ガル級潜水艦を削減するとともに、水中放射雑音の低減も図り、敵、アス・ W に対する非探知防止を重視していた。これは、本級にも引き継がれており、地中海の多彩な環境においては、非常に探知されにくくなった。ただし、行動範囲の狭さは、イスラエル海軍にとっては不満点となった。武器システムは、イギリス製のものとなっている。 魚雷発射艦8門は艦首に配置されており、いずれもスイムアウト式を採用した。予備弾2発も搭載されている。ただし使用されるマーク37魚雷の鈍速さ差は、イスラエル海軍にとっては不満点となった。その後、1987年から1988年にかけて発展型の NT37E へと更新された。また百八十三年には、 ハープーンの運用にも対応している。優先誘導魚雷を制御するティス武器管制システムはパッシブソナーシステムと連接されている。このソナーシステムはオペレーター一人で操作可能であり、必要であればアクティブでの運用も可能である。本級で特徴的な装備として、紹戒ヘリコプターへの対策として、 人間式のブローパイプ艦対空ミサイルの搭載が予定されていたが、これは実現しなかった。最初に完成した一番艦ガリは1976年に収益した。収益時に事故により損傷を受けたが修復されている。現在はハイファシのイスラエル海軍博物館に展示中。続く2隻のガル級は翌1977年に収益した。これら2隻には、 イスラエル海軍で運用された2隻の S 級潜水艦にも使われていた他人ラハブの名が付けられた。これらの艦名はいずれも昔からカナ南地方に伝わり、聖書のイザヤ書51章9節にも登場する海に住むモンスターの名に由来する。これらの艦名は後にガル級の後継となったドルフィン級でも使用されている。1990年代末になると、 同じ HDW 社によって開発された新型のドルフィン級潜水艦の配備が始まり、ガル級は順次退役した。一隻は解体処分され、二隻は HDW 社に送り返されて新たなユーザーが探された。しかしユーザーは見つからず、2007年に一番カンガルはイスラエルのハイハーに戻され、現在イスラエル海軍博物館に展示されている。 ガルの船体には見学者が内部を見られるよう切り欠きを設けるなど手を加えられ、船体全体が地上展示されている。ありがとうございます。